ザビック岩国店は、山口県岩国市三笠町三丁目二の二に,にある、マックスバリュー西日本が運営する、ディスカウントストア、ザビックの店舗の一つ。日本各地に展開する、ザビックの第一号店である。初代店舗外観1977年6月、広島県を地場とするスーパーマーケット、緑の広島県外発の店舗としてオープン。1989年9月に、 緑のディスカウント業態、ザビックの1号店としてリニューアルした。屋根上に赤字に黒文字車体の初代ロゴを表示した大型看板を掲げ、1999年に緑が山陽エルマートと合併して山陽マックスバリューに社名変更し、さらに2000年8月に山陽マックスバリューがマックスバリュー西日本に吸収合併されても、 店舗ロゴも含めてそのままの店舗形態で運営が続けられた。店舗オープンから40年が経過し、施設の老朽化が目立ったため、開業から40年の2017年2月28日をもって一旦閉店することになる。店舗建物は解体、改築され、2017年11月11日に新店舗としてオープンした。新たな店舗は、 鉄骨造り地上2階建てだが、1階は駐車場と店舗入り口のみで、2階が店舗となっている。店舗看板も現行ロゴのものに改められた。なお、旧店舗も地上2階建てだが、1階部分にも売り場があった。ありがとうございます。